ごめんね。わかるよね、これ。よし。あ、泣かない。なんかもごもごってますけど。はい、じゃあ、一回ね。はい、すみません。出てきちゃうから、気をつけてね。寝ると。でもね、今回、調子明け出て調子がいいから、使い分けましょう。はい、だから7、8、日曜日になっちゃうけど、すみません。日曜日の午前中、はい。はい。あの、症状がね、良くなっているのであればね。はい。おかしかったら、ちょっと来てくださいね。わかりました。それで飲み薬は、日曜日まではないかな。ないね。明日ぐらいまでですね。そうですね。で、この子も今日来るかしら。さっきのさ健康チェック用ってさ、B 飲んだ日書いてあります？書いてないけど、グスの日です。グスの日。はい。ありますね。この横にさ、B 飲んだ日がさ、B って書いててもらってる。わかりました。20日ぐらいからですかね。そう、20日の日に出してますね。その日から飲んでしたんでね。はい。グスに出してます。31日から来月からきつい、ね、そう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 、じゃあね、押してブラッシュ、はい、いいよ、じゃあ、あ、いいですか、運転手のまだ、あの、シンプルできてないあ、まだできない、まあ、どっちでしょう、一回どうしたでしょう、もうじき結果出るんでね、はい、すごい、いっぱい欲しくて、すごいですね。これもだからさ、あの日数量、点滴もしてるせいもあるけど、でも今の点滴はまだおしっこにならないし、ね、昨日とか今日飲んでる水分が多いんですよね、はい、かなり、家でもかなり出してるんで、ちょっと日本の顕微鏡検査がもうじき出来上がるそのまま待っててください。28から。